今日ね、私の店このラバンスにお二人を呼んで、週末だけのパン屋さんを、ご紹介したいと思います。こんにちは。今日ののぞき見は、週末だけのパン屋さん、自己紹介お願いします。ネコウサカンパニーホワイトといいまして、由比ガ浜の自宅をですねアトリエと称して、製造所で週末だけパンを作って販売しています。野沢美代子と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まあもちろんね、パンを、お作りになるってことはパンが好きで始められたことだと思うんですけど、はい、これなんで週末だけで、はい、どういう販売方法なのかっていうのを私すごくちょっと覗いてみたいなと思ってるところなんですけど、はい、結構パン屋さんってハードな仕事なんですね、うん、でもともとパン屋さんでずっと働いてたんですけど、月曜日から日曜日までほぼ、まあもちろん休みもあるんですけれども、なかなかこう自分のやりたいこととかもできなくって、ただ毎日追われてパンを焼いてると、大好きだったパン作りがだんだん嫌いになってきちゃったんですよ。で、まあ、一旦パンの世界離れたんですけど、やっぱりパンは好きだなと思って戻ってきて、でその時に、あ、自分の好きなパンを自分が好きな時に作りたいなって思ったのがきっかけですね。なので今は平日別の仕事をしながら週末だけ自分の好きなパンを焼いてるっていう生活スタイルを欲しいなと思った時に、はい、じゃあそれはどういう購入方法をしたらいいのかとか、例えばラバンスに置いてくれるとか、はい、どこどこに置いてくれるとかっていうのはあると思うんですけど、そういうこれから展開っていうか、はい、そういうのってどういうふうにこう考えてらっしゃるかな。そうですね、やはり一応今のところは土曜日と日曜日だけということなので、うん、まあ、委託販売を今させていただいてます、ね、あとマルシェなんかにも出てるって聞いたんですけど、毎月必ずあるマルシェに今は月1回か2回あるんですけれども、うん、小町通りなんですが、第2木曜日の路地裏マルシェというところに毎月出させてもらっていて、でもう一軒は蓮の大仏ですね、うん、あそこの前に観光協会の建物があるんですけれども、こちらの大仏前マルシェ、これが第2と、第4火曜日今開催してるんですが、どちらかに出るようにしてます。野沢さんのファンに対する愛情がひしひしと伝わってくるんですけど、これね、ちょっとこう拝見したところによると、なんか猫が好きなんですか？そうなんです。なんかファンが全部猫の形してるんですけど、猫にハマっちゃってて、っていうのも野望が猫サカンパニーで、実は主人が猫なんです。猫好きなんですね。主人が猫だったらなんですけど、にゃんってなるのかな。でもにゃんって起きてきます、本当にそのくらい好きな猫。そう、本当猫みたいなんです、仕草とか、こちらはウサギなんです。私がウサギで、ミッフィー好きっていうのがあって、それで私猫でこちらウサギ好きだから、じゃあ猫ウサってしようかってなって、でカンパニーってつけたのは、まあ、もちろん会社っていう意味もあるんですけど、みんなが楽しく集うっていう意味でカンパニーをつけて、でさらにホワイトをつけたのは、ちょっと私のコンセプトとしては一応白猫と白ウサギなんですけれども、最初冒頭で言ったようにパン屋さんって結構ブラックなところが多いので、そうなんですか。長時間労働、重労働になっちゃうので、ちょっとそういうのをやめたいとして、ホワイトな気持ちで続けたいなっていうのがあって、最後にホワイトっていうふうにつけて、ね、コーサカンパニーホワイトという名前に。ミニちゃんの、はい、このパンをこれをどうしても食べてほしいって思って。やっぱり毎日安心して食べてもらいたいって気持ちが本当は強くって、まあ、あとお食事に合わせたパンっていうのを提供したいなっていうのがずっとあって、どちらかというとシンプルな食パン、小麦の味がしっかりする食パンを、はい、おすすめしたいですね。それはまあ一押し、はい、ね、まず北海道産の春よ来いという小麦粉しか使ってなくて、基本的にあとお塩、お砂糖も
お塩はポルトガル産のシーソルトって、ちょっと高級なお塩なんですけど、普通の人に聞いたらそんな高級なお塩普通パンに入れないんだけど、仕入れ先の人に言われて、なんでパンに入れるのって言うと、塩じゃないとダメって言って、すごいこだわってるよね。ご主人はこの奥様のこのパン作りに焼きもち焼いたりしません？こんなに僕よりもパンが好きなのか、どうでした？僕5番手ぐらいです。あ、5番手ぐらい、はい、あ、1番パンでしょ、2番パンでしょ、3番はパンかな、で4番目に焼き菓子が来て5番目なんです。あ、私たちそのラバンスでもこれから先も自分出していただきますけど、はい、パンの本当もう一回ここみんなここ見てよ、ここ食べてよ、ここ買ってよっていうのをちょっと一つ聞かせてください。そうですね、やっぱりあの食べたら小麦の味がしっかりしていて、なんて懐かしい気持ちになるってやっぱりおっしゃられますね。で食べてて素朴な味なんですけど、もうずっと食べ続けられる、それを皆さんにね味わってもらいたいです。はい、どれがこれは何味なんですか？ね、あのチョコレートの生地なんですね。これがあのさっき言った食パン生地、まあ、同じ生地なんですけど、はいはい、食パン生地ですごくもちもちして、ただやっぱりね、カメラ的にはこれがね、あの多分映え的にはこれが一番です。じゃあこれをいただきます。あのこれが食パン生地なので、私の一番おすすめする。これどっから食べようかな。耳そうかな、耳からだな。いただきます。はい。すごいもっちりしてる。うん。本当だ、小麦味する。うん。ね、あとパンも耳がないので、うん、すごくあの食べやすいとおっしゃられますね。全然違うね。そうなんですよ。全然違う味ですね。うん。美味しいです。ぜひこの週末だけのパン屋さん、あのとってもこれからどん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 こう需要が増えていってくれると私たちも嬉しいんで、何住んでももちろんしますけど。どんどん美味しいパン作ってください。今日はありがとうございました。ありがとうございました。